ジークムント・フロイト・ミュージアム、バーガス19イン・ウィーン・シークムント、フロイト博物館は、ウィーンにあり、ジークムント・フロイトがかつてそこに住み、診療を行っていた住居で、精神分析の歴史や彼の生涯について展示している。博物館は、ウィーン9区のベルクガッセ19番にある。フロイトは、1891年新築の、この建物に引っ越してきた。その時まで、 そこにあった建物には、ビクトル・アドラーが住んでいたものだったのだが、取り壊された。1938年フロイトは、ユダヤ系の出事のため、1933年から1945年まで、ドイツに併合されてしまったオーストリアから、国外退去を余儀なくされ、ロンドンに海外逃避した。彼が47年間生活しその著作の大半を、そこで執筆した部屋は、今では、 彼の生涯や著作についての展示室になっている。定期的に入れ替えられる展示や現代美術の収集は精神分析の現代美術や現代社会への影響がいかに大きかったかを物語っている。博物館はフロイトのかつての診療や当時の個人的な生活の一部で構成されている。博物館と一続きに図書館があり、 ここは3万5千冊のヨーロッパの精神分析に関する最大の研究図書館になっており、ジークムント・フロイト財団の研究所になっている。ここではフロイトが所有していた本物は、診療所の待合室や、ギリシア・ローマの発掘品コレクションの一部などを見ることができる。有名なソファーは、フロイトが亡命の際に持っていくことができた、家具調度品のほとんどと同様にロンドンにあり、 そちらのフロイト博物館で見ることができる。ウィーン、ロンドンと並んで、チェコのプジーボルに三つ目のフロイト博物館が開館した。フロイトの成果がこれで一般に公開されることになった。博物館は1971年、ジークムント・フロイト協会により、アンナ・フロイトの協力を得て開設された。フロイト博物館としては、これは二番目のものになる。実際に、 この会館に向けて尽力したのは、ウィーンの精神分析家のハラルド・ロイ・ポルト・レイ・ベンタールであった。1996年、企画展示室と事務管理室の改築が出来上がり、2003年には、博物館がジークムント・フロイト財団の管理に移行し、財団の管理部門及び本部はインゲ・ショルツ通りに置かれた。1992年から歴史家のリディア・マリネイリが、 2008年に亡くなるまでジークムントフロイト博物館の管理運営に当たった。2006年、ウィーン氏がベルクガッセ19番の建物をフロイトが居住したすべての木材橋を博物館の増築のためにとジークムントフロイト財団の管理に委ねた。このプロジェクトのための資金調達はまだ解決されていない。1970年以降、毎年フロイトの誕生日には ジークムントフロイト記念校講演がウィーンでは行われている。著名な精神分析家が強敵なテーマについて講演を行っている。ジークムントフロイト協会により研究所が建てられ、今はその運営はジークムントフロイト財団により引き継がれている。ありがとうございます。